あやがやです。七つ森椎茸生産組合さんにお邪魔しています。お邪魔します。あ、寒い。15度ぐらい。冷暖房をついてるんで約25日ぐらいで1年間の環境を作ってやる。その自然の環境をここで再現した。ハウスの中で再現した。すごい。こんだけキノコに運ばれたことないですね。はい、早い。早いですね。慣れたもんですね。みんな手作業だからね、大変なことは大変なんですよ。でもここのその椎茸の味とかの特徴とかなんかあるんですか？ちょっと椎茸には苦痛だと思うんですが、水分少なく温度低めに、そうすると歯ごたえのある美味しい椎茸になる。やっぱ甘やかしちゃダメなんですね。ちなみに組合長は椎茸の料理で何が一番好きですか？素揚げで食べたり。素揚げで？それ何で食べるんですか？あと醤油、あのね、わさび醤油もまだ一味違って、へえ、わさび醤油。わさび醤油もね、なんとなくこれを味増すような感じですね。わさび醤油ちょっとやってみます今度。美味しそう。